はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、法定地条件388条について解説いたします。この法定地条件というのは、基本的な部分が分かっていないと、応用部分である判例の内容が全く理解できないというふうになりますので、まず基本部分をしっかり頭に入れていただければと思います。で、重要なことで言うと、法定地条件というのはどういったものなのか、で、法定地条件が成立する要件って何なのか、法定地条件が成立することでどんな効果が発生するのかというところ、ここをしっかり頭に入れていただければと思います。まず法定地条件って何かというと、一定要件を満たすと建物に地条件が設定されたものとみなすこと、ここの中の地条件、これが法定地条件です。法律で一定要件があって、この要件を満たすことで自動的に地条件が設定されちゃいますよといった内容なんですね。つまり法律で定められた地条件なんだと、まあ、いうことで法定地条件と呼ばれます。で、要件なんですけども、要件を解説する前にちょっとこちらの具体例を見ていただいて、法定地条件が設定されることでどんな効果が発生するのか、こっちを先に見ていきたいと思います。こっちを先に見て、その後ちょっと要件を一つ一つ確認する方が分かりやすいと思いますんで、そのようにいたします。まず、A さんが土地と建物を所有していました。A さんが土地と建物を所有している。この土地の上に建物が建築されていると考えてください。で、A さん、お金が必要になって、B さんからお金を借りました。で、お金を借りたわけだから、A さんは B さんのために、建物だけに抵当権を設定しました。で、その後 B さん、A さんからお金返ってこなかったということで競売にかけました。建物、抵当権設定をした建物について競売にかけた。そしたら C さんが凶落した、競り落とした、まあ、購入したっていったイメージですね。で、そうすると土地の所有者は A さんで、建物の所有者は C さんになりますよね。で、この場合、この建物に対して地条件が設定されます。この地条件が設定される意味って何かというと、この地条件があることによって、C は土地の所有者である A からの土地の明け渡し請求、これを拒むことができるようになるんですね。つまり言い換えると、C は建物を使い続けることができるよという話です。もしこの地条件がなかったらどうなるかっていうと、土地の所有者は A さん。で、C さんは何の根拠もなく、他人である A さんの土地に建物を所有しているっていう状況になるんですよ。C さんは土地を利用する権利がないわけだから、A さんからの明け渡し請求、拒むことができなくなって、結果的に競売で買ったはいいけれども、すぐに明け渡さなければいけないっていうことになっちゃうわけなんですよね。こうなってくると、誰もこの建物、競売に出しても買わないって話なんですよ。そうすると結果的には B さん困るわけですよね。 B さんとしてはちゃんとこの建物を競売にかけて買ってもらうことによって、正当な価格で買ってもらうことによって A さんに貸したお金を回収したいわけだから、この地条件がもしなかったとしたら誰もこの建物買おうと思わないわけですよ。競売に出しても誰も入札しないってなると B さん困っちゃう。だから C さんのために地条件が設定される、土地を利用する権利が設定されるんだよっていう話です。そうすることによって C さんは建物を使い続けることができて、めでたしめでたしということになるわけですね。じゃあこの法定地条件が設定される要件って何かというと、4つあります。一つ一つ見ていきます。まず一番最初、抵当権を設定した当時、設定した時に土地上に建物が存在する、つまり土地と建物が存在しているっていうことがまず要件なんですね。今回ではちゃんと土地と建物ありますよね。なんで1番は OK です。で、2番は抵当権設定した時に土地と建物の所有者が同じ人である。今回同じ人ですよね。土地と建物の所有者は A さんです。ここで注意していただきたいのが、登記名義人で判断するんじゃなくて実質的な所有者で判断します。例えば土地の登記名義人が A のお父さんで、
建物の登記名義人が A さんだったと仮定します。で、実質的な所有者はどっちも A さんだった場合は、実質的な所有者で判断するわけだから、2番の要件も満たしますよっていう話です。登記名義人では判断しませんよってことですね。この所有者っていうのは、登記名義人じゃなくて実質的に所有している人で判断しましょうという話です。で、3番目は、土地もしくは建物に抵当権が設定された。または、土地と建物両方に抵当権が設定されたっていう場合です。で、今回は建物だけに抵当権設定されております。まあ、これは3番満たしますので、3番も OK。で、4番、競売により土地と建物の所有者が別々となる。これ別々となってますよね。競売によって、土地の所有者 A さん、建物の所有者は C さん。つまり、4番も満たす。結果的に全部満たしているわけだから、この建物に法定地条件が設定されますよと、まあ、いった内容です。で、今回これ建物について抵当権設定していますが、これ土地だけに抵当権を設定した場合でも同じです。土地だけに抵当権が設定されていた場合、土地だけ競売にかけて土地の所有者が C さんになります。で、建物の所有者はそのまま A さんですよね。競売した結果、土地と建物の所有者が変わってきます。異なってますよね。別々となっています。そのため、この建物に対して地条件が設定されますよと。まあ、いう話ですね。地条件者は A さんですね。なので、A さんは C さんからの土地の明け渡し請求を拒むことができます。で、A さんは建物を引き続き使い続けることができますと。まあ、いった内容です。で、今回は B さん。土地だけにしかこれ抵当権設定していないということは、後で法定地条件がこれ成立するっていうことを前提として、まあ、それを分かってこれ抵当権設定しているわけだから、競売によって競り落としたこの C さんっていうものも、地条件がこれ設定されるっていうのは、まあ、前提で享楽しているわけなんですね。なんで C さんとしてはこれ買ってもですね、これ C さんはこれ土地使うことができないんですよ。まあ、ただ、ま、それを知って C さんは購入しているし、また B さんもそれを知って土地だけに抵当権を設定しているっていう状況なんですね。それが嫌だというのであれば、土地と建物両方に抵当権を設定するだったりとか、建物だけに抵当権を設定するっていうことをすればいいだけですよね。別に B さんにとって不利益は生じていないと。なので地条件はルール通り設定されますよと、まあ、いうことになります。まあ、今回の内容、基本的な内容で、この内容を満たせば自動的に法定地条件、これ設定されるんだというふうにもうお考えいただければ大丈夫です。で、判例の内容ではもっと難しい内容になってきますので、その点については個別指導で解説させていただきます。判例の内容すごく難しいんですけども、きっちり理解をしていけば頭に入りますので、単に丸暗記ってなってくるともうごちゃごちゃになってくるんですけども、理解をすればちゃんと頭に定着しますんで、ぜひ理解をしながら法定地条件の部分勉強していっていただければと思います。もしあなたが理解をしながら学習したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。